はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。今回は遺伝計算第2回目ということで、自家受精と自由交配が関わる問題を扱っていきたいと思います。前回の授業を踏まえて解説していきますので、前回の内容が怪しい方は、しっかりと復習をしてから今回のお話を聞いてください。では、確認をしていきましょう。種子植物では、ある個体で生じた性細胞、あるいは精子が同じ個体の卵細胞と受精することがありますと。 で、このような受精を自家受精と言います。まあ、つまり、一つの個体の中で、精細胞と卵細胞が受精することですね。ですので、自家受精というのは、これ前回も言ったんですけど、同じ遺伝子型同士の後輩のことを意味しています。また、多くの動物では自家受精は見られませんので、自家受精というのが出てくるのは基本的に植物のお話となります。 一方で、自家受精の反対に多家受精というのもあるんですけど、まあこちらは参考に説明載せておきましたので、後で読んでおいてもらえたらと思います。では早速練習問題をやっていきたいと思います。ある植物において遺伝子型、A、ラージエラージエ表現型赤色とするの個体と遺伝子型がスモールエイスモールエイ、表現型白の個体を交雑すると、生じた F1 の遺伝子型はラージエイスモールエえ赤となりました。ということで、 まあ、ここで何が確認できるかって言ったら、small a よりも large a の方が優勢ですよっていう話ぐらいですね。で、この f1 を自家受精して得た f2 の遺伝子型の分離比は large a, large a 対 large a, small a 対 small a, スモール a イコール1対2対1。表現型の分離比は赤対白イコール3対1になりましたよと。まあ、これはつまり分離の法則が成り立っているから、このような比率が得られるわけです。ここまでのお話というのは前回の確認となりますので、 まあ、もしね、ここまでがちょっと怪しかったら、前回のね、授業動画を見た方がいいですね。で、今回は、ここからが本題となります。この F2 のすべてを自家受精して得た F3 の表現型とその分離比はどうなりますかと。えということで、今 F2 というのは、large A, large A, large A, small A, small A が1対2対1の集団です。その中で自家受精が起こると、次世代はどうなりますかというお話ですね。では、今のお話を解説する前に、 特に自家受精のお話が出てきたときに気をつけておいてほしいことを一つ言いたいと思います。それは、親一組あたりの子供の数というのを揃えるということです。まあ、この後、親の組数が何対何対何という話になるんですけど、そのときに各遺伝子型の親によって子供の数が揃ってないと、その後のね、話に辻褄が合わなくなってしまうんですね。だから、 まず、親一組あたりの子供の数を揃えて考えなければいけないんだということは念頭において考えてもらえたらと思います。今回 F2 というのは三種類の遺伝子型が出てきていました。だから、その自家受精というのは同じ遺伝子型の後輩ですので、ラージ g e A, l a r g かける l ー r g e A, large A, スモー l l A かけるラージ g e A, s m a l ー、A, small A, small かけるスモー l l A, small A この三通りの後輩を考えることになります。また、F2 では このラージェラージェ対ラージェスモール a 対スモール l a スモール a の比率が1対2対1でしたので、この親の組数の比率も1対2対1ということになります。で、この後ね、この数値は比率を表しているんですけど、ちょっとわかりやすく説明するために、一番上が1組いますよ、真ん中は2組いますよ、一番下は1組いますよ、みたいな言い方をしたいと思います。で、また、各後輩から生じる子供というのは、 ラージェイラージェかけるラージェイラージェイからはラージェイラージェイが出てきてラージェイスモールかけるラージェイスモールェイからはラージェイラージェイラージェイスモールェイスモールェイスモールェイさらにその比率が一対二対一という形で出てきますそしてスモールェイスモールかけるスモールェイスモールェイからはスモールェイスモールェイという子供が生まれてきますでここで真ん中に着目してください先ほどここの数字というのは 親の組数を表してるよって言いましたよね。だから今、真ん中は2組の親がいて、そして子供がこれだけ生まれてきてると。その時、この生まれてきてる子供の比率も、この数字が個体数を表してると思ってほしいんです。だから、l a r g e ー l a r g e 1個体、largeA, s m a l l 2個体、smallA, smallA1 個体生まれてきてると思ってください。ということで真ん中は親1組あたり、子が2個体生まれてきてると見なしてください。で、 最初にも言った通り、親1組あたりのこの数を揃えるわけですから、だから、一番上も1組あたり生まれてきている子供の数は2個体。ということで、ここにかける2と書きます。そして、一番下、はい、この親は1組ですね。なので、ここで生まれてきている子供も、はい、2個体というふうに見らします。ということで、どの組の親からも、 1> 親、一組あたり、子供が2個体生まれてきていると合わせることができました。で、最後に、これ縦に見て、各遺伝子型の合計の数を見ていきます。そうすると、ラージェラージ a は2たす1で、はい、ここが3。そしてラージェスモー m a は、はい、真ん中、はい、2。そしてスモール l A, スモール A が1たす2で、はい、3。ということで、今回、遺伝子型の比率は、 3対2対3となりました。で、問題で聞かれていたのは表現型の比率です。えつまり赤対白が何対何ですかと。で、今回赤の方が、ラージエの方が優勢なので、赤はここのね、3足す2で5。そして、small a, small a, 白が3。ですので、 赤と白の比率は5対3ということになります。これが練習問題丸1番の答えです。では、練習問題丸1番の類題として、丸2番の問題を解いてみたいと思います。ある植物において、遺伝子型、ラージ g ラージ a ラージエスー A, スモールエ、A, small A, s m a の個体が3対2対1の割合で存在する集団において、すべての個体が自家受精を行うと生じるこの遺伝子型の比率はどうなりますかという問題ですね。では、 先ほどの考え方を使ってやってみたいと思います。はい。ということで、自家受精といえば何と言っても親1組あたりのこの数を揃えることが重要。で、まず真ん中に着目すると、今回、親の比率が3対2対1。そして、この2組から合計4人の子供が生まれてきているというのは先ほどと同じように考えます。ということで、2組4個体なので、 1> 親1組に対して2個体子供が生まれてきているとみなします。で、今回の問題では一番上の親は3組の個体がいます。親1組で2個体。3組だったら子供は6個体生まれてきているということになります。そして一番下は親1組ですね。なのでそれに対して生まれてくる子供は2個体ということになります。はい。するとこれね、縦に数えていくと、はい、ラージェラージェは6たす1で、はい。 7個体で。そして真ん中、ラ a ジ g スモー m a が2個体。そしてスモー l l a, s m a が1たす2で3個体生まれてきているということになります。なので、今回は遺伝子型の比率を求めましょうという問題なので、 ラージェラージェ対ラージェスモール A 対スモール A スモール A が7対2対3ということになります。では次に自由交配というお話に行きます。まあ言い方としては任意交配ということもありますので、まあどちらも同じ意味ですよと思ってください。ある生物の集団に着目したとき、死有感でより好みなく交配が行われることを自由交配、または任意交配と言います。まあどういうことかと言ったら、 例えば自家受精であれば、ラージエラージエの相手はラージエラージエと決まっていたわけですね。ラージエスモールエの相手はラージエスモールエと決まっていたんです。今回、自由交配というのはより好みなくですので、ラージエラージエの相手はラージエラージエの時、ラージエスモールエの時、スモールエスモールエの時。三種類考えられますよっていうお話になりますということは、例えば遺伝子型がラージエラージエラージエスモールエスモールエスモールエの三種類が存在する集団の中で。 自由交配が行われたとすると、それはどういうことを考えるかと言ったら、このように全部で9通りの交配をやらなければいけないんです。もちろんこんなものを移す必要はありませんし、一応ね、自由交配っていうのはこういうことなんですよというね、まあイメージでまあ書きました。まあつまり、今回オスの方でラージェラージェラージェスモー g e A, Small A, s m a という3通りの遺伝子型があって、またメスの方でもラージェラージェ ラージエスモールエスモールエスモールエという3通りの遺伝子型があって、えつまり 3×3 で9通りの後輩ということになるんですけど、まあさすがにこんなことやっていたら、試験本番ではもう日が暮れてしまいますので、だからまあもう少しね、工夫をすることになります。今回、つまりはですね、オスが作った配偶子とメスが作った配偶子が受精して子供が生まれてくればいいんです。だからね、受精さえ起こればいいので、 だからね、これ、配偶子だけで考えるのが、まあ一般的なんですね。ここでは、オスの全遺伝子型とメスの全遺伝子型の組み合わせを考えたんですけど、そうではなくて、オスが作り出す全配偶子とメスが作り出す全配偶子が組み合わさるというお話で考えます。じゃあ、どんなお話なのかっていうのを次の練習問題を使って考えていきたいと思います。では、問題文読んでいきます。 ある植物において遺伝子型、ラージェラージェラージェスモール l A, スモール l A, s m a l A の3個体が2対2対1で存在するときのこの集団内で自由交配が行われると生じる個体の遺伝子型の分離比はどうなりますかという問題です。じゃあ今回ね、自由交配というのはどこに着目すればいいのかというと親1個体あたりの配偶種の数を揃えるということです。 今から配偶子だけで重工配を考えましょうというお話だから、その配偶子の数を親1個体あたりで統一するんですね。じゃあ具体的にどういうふうにやっていくのかっていうのを示します。で、まず、今回の集団というのは、ラージエーラージエーラージエースモールエースモールエースモールエスモールエという3種類の遺伝子型がいて、ラージエーラージエーからはラージエーラージエースモールエーからはラージエーとスモールエーが生じて、ここは分離の法則によって、その比率が1対1となります。 そして、small a, small a からは small a ということで、まあそれぞれから配偶詞が作られるわけです。で、この時に、親の比率を確認すると、問題文で、large a, large a, large a, small a, small a の比率が、2対2対1と与えられていました。で、先ほどの自家受精と同じように、真ん中に着目します。で、今この真ん中を見て、親1個体あたりの配偶詞の数を割り出すんです。そうすると今回は、 二個体から配偶子が合計で1たす1連にできていると考えるので、親一個体あたり、 配偶子は1個生じていると考えることができます。ですので、上の親も下の親もそれに合わせてあげて、1個体で1個なので、はい、上は2個体で、はい、ラージ A2 個。で、一番下は1個体で、スモーレ1個と考えてあげれば良いです。で、あとは生じている配偶子の比率を考慮します。すると、ラージ A に関しては合計で2たす1で3個。 そして、スモール A に関しては1、1たす1で2個。ということで、この2対2対1からなる集団で作られる配偶子の比率というのは、ラージエとスモール A が3対2ということになります。で、この配偶子というのは、おしべでもめしべでも同じように作られていると考えることになります。で、自由交配というのは、オスが作り出す配偶子とメスが作り出す配偶子の 全通りの組み合わせを考えればいいわけですね。つまり、オスが作り出す、ラージエとスモールエ、メスが作り出す、ラージエとスモールエ、その全通りの組み合わせというのは、こういうふうに表すことができます。つまり、オしべが作る、ラージエとスモールエ、メシべが作り出す、ラージエとスモールエ。で、その全通りの組み合わせっていうのは、ラージエ、ラージエ、ラージエ、スモールエ、ラージエ、スモールエ、スモールエ、スモールエっていうのが出てくる。まあ、こういう表が書けるわけです。そこで、忘れちゃいけないのが、 先ほどね、出てきた配偶子の比率になります。配偶子というのは、ラージェとスモールエ A が3対2。それは、おしべでもめしべでも同じになります。ですので、生じる子供はラージェラージェが三 e けが 3×3 で9。ラージェスモール a ーが3、2が6。で、ここも3、2が6。で、ここは2人が4となるわけです。で、今回、得られる子供の遺伝子型の比率を求めたいので、 はい、この表から9対12対4というふうに求めることができます。これが練習問題丸3番の答えになります。では、類題として練習問題丸4もやってみたいと思います。ある生物の集団では遺伝子型、ララージラージェ l a r ー e A, l a r スモー s m スモー A, ースモール A の個体が3対4対1の割合で存在する。この集団において全ての個体の間で2交配が行われた場合、 生じる個体の遺伝子型の比率はどうなりますかという問題になります。で、自由交配のお話ですので、まず何と言っても大事なことは、親1個体あたりの配偶子の数を揃えるということ。で、今回、親の比率というのは3対4対1。で、そして大事なのは真ん中に注目すること。で、今回、4個体から配偶子が合計で2個生じているとみなします。そうすると、 1> 親1個体あたり配偶子は2分の1個生じているということになります。ですので、一番上は3個体から生じる配偶子は2分の3個で、また一番下1個体から生じる配偶子というのは2分の1個ということになります。ということで、最後に縦に配偶子の数を数えることになりますが、まず、ラージエに関しては2分の3たす1。 ですので、2分の5個。そして、スモール A に関しては1、1たす2分の1。ですので、2分の3個となります。で、ラージ g a とスモール a の比率を出すわけですが、まあ、2分の5対2分の3。なので、配偶子の比率は5対3ということになります。 で、そして、これはつまり、この3対4対1からなる集団の中で、おしべでも、めしべでも、ラージエとスモールエが5対3で作られますよ、ということなので、最後、自由交配。おしべで作られる配偶子と、めしべで作られる配偶子の全通りの組み合わせは、もう表でまとめましょうというお話ですね。はい、ですので、ラージエとスモールエが5対3。はい、5対3となるから、ここのラージエ、ラージエが25。 はい、その下が15。で、ここ15。そして、サザンが9となって、はい、最後、遺伝子型の比率は、25対30対9ということになります。これがまあ、自由交配ですね。まあ、途中、分数が出てきたりしましたが、特別、やり方が変わったりすることはありませんので、まあ、そのままやってもらえたらと思います。 では、ここまで勉強したことを使って、最後の発展問題に取り組んでみたいと思います。ここまでは1遺伝子雑種のお話でやってきたんですけど、最後発展問題では2遺伝子雑種の自家受精、自由交配に触れてみたいと思います。では、見ていきましょう。ある植物の種子が丸くて、し、仕が緑色の品種と、種子にシワがあって、仕様が黄色の品種を交雑すると、 F1 は丸くて黄色のものだけが生じるということで、まあ、今回、種子の形に関しては、シワよりも丸の方が優勢で、また、塩の色に関しては、緑よりも黄色の方が優勢ですよっていうのが、この F1 からわかります。また、今回のように F1 の表現型が1種類しか出てこない場合は、その時の親というのは、ホモ接合体になるので、だから、 一方の親は丸緑色のホモ接合体で、もう一方のシワ黄色というのがそのホモ接合体ということになります。今回のように F1 の表現型が1種類しか出てこないときは、実はその時の親は順形なんですね。ですので、まず丸緑の方は、large A, large A, small b, small b とわかります。一方で、シワ 使用の色が黄色という方は、small a, small a, large b, large b と分かります。従って問いの1番は2番が正解ともうこの時点で分かります。で、さらに生まれてきた f1 というのは、large a, small a, large b, small b, b ということになります。では続きを見ていきましょう。f2 では、丸木、丸緑、シュワ木、シュワ緑の ものが9対3対3対1の日に分離したとありますので、今、これはね、F1 同士の自家受精が起こって、さらに F1 は4種類の配偶子を1対1対1対1で作ったということまで、まあ、ここからね、わかります。それは前回の独立の法則のお話で説明していますので、今回は一旦省略したいと思います。ということで、問いの2番。 F1 の作る配偶子の遺伝子型の組み合わせということで、まあ4種類生じることになりますので、答えは4番となります。で、問い3番以降はこの F1 の自家受精によって生じる子供のお話になりますので、そちらは黒板の方で説明していきたいと思います。で、今回、このね、F1 の自家受精の結果を表したのが、まあこの表となるわけなんですけど、まあこれは前回も書いていますよね。 で、この中で、丸木のものをまあ探すわけなんですけど、えそうすると、丸木というのはえ、このね、ラインに現れているものになります。だから、問い3番、丸木の遺伝子型として適切でないものを選びなさいなので、このね、ラインに出てきていないものを選択肢として選べばいいわけです。はい。ということで、問いの3番、丸木の遺伝子型として不適当なのは、5番ということになります。えちなみに、こいつはラージエを持っているので、 種子の形は丸。で、また、仕様の色に関しては、ラージ B を持っていないので、緑色。ね、丸、緑ということになります。では次、問いの4番行きましょう。F2 の丸、緑をすべて選び出し、それぞれ自家受精させると生じるこの表現型の分離比はどうなりますかっていう問題ですね。では、表の方で確認しましょう。で、今回、丸、緑というのは、少なくともラージ A を1個持っていて、 b に関しては large b を一切持っていない。そういうね、遺伝子型になります。そうすると丸緑は、これと、これと、これ。はい。このね、3箇所になります。ですので、 f2 の丸緑というのはラージェラ a, ジェスモール s ースモールビー a l ーとラージ g e a, s モール l a, s モールビ b, s m a l の2つの遺伝子型で,でその比率が f2 の中では1対2ですよっていうのを考慮して問いの4番について考えていきますで、今回問いの4番というのは自家受精ですので、まあ、このように同じ遺伝子型同士の後輩を考えるんだけどその時にラージェラ a, ジェスモール s ースモールビー a l ーとラージ g e a, s モール l a, s モールビーーの比率がここ1対2であることは 忘れずに考えていきましょう。で、そして上の方から生まれてくる子供というのは、ラージェラージェ、スモールビースモールビーの一種類で、また下の親から生まれてくる子供というのは、ラージェラージェ、スモールビースモールビーと、ラージェスモールエスモールビースモールビーと、スモールエスモールエスモールビースモールビー,スモールビーが一対二対一となります。 で、今回、自家受精というのは、親一組あたりの子供の数を揃えるのがポイントでした。ですので、この下段の方が、 親2組から子供が合計で4人生まれてきているので、親1組あたり子は2個体生まれているということになります。ということで、上は親1組から子供が2人生まれてきていると、まあ数えてあげれば良いです。で、今回問いの4番というのは、丸緑とシワ緑の比率が分かればいいので、はい、この中で丸緑を探すと、ラジエを持っているやつですね。はい、ですので、ここに2、 ここで1、でここで2、合計5いるということになります。で、手話緑はこのね、small a, small a, small b, small b だけ。だから、答えは、5対1ということになりますので、こちらの選択肢では3番が正解ということになります。では、最後に問いの小番について考えます。今度は F2 の仕分けの間で、 自由交配が行われると生じるこの表現型の分離比はどうなりますかっていうお話ですね。じゃあまずは表の中から、シワ、黄色を探すところから始めますが、シワっていうのは small a, small a で、黄色っていうのは large b を少なくとも1個持っている遺伝子型になります。ですので、そのシワキは、はい、ここと、ここと、ここの、まあ3つということになります。ですので、 f2 の中の仕分けというのは small a, small a, large b, large b と small a, small a, large b, small b の2通りでその比率は1対2ということになります。で、今回はその集団の中で自由交配が行われるわけです。自由交配が行われるということは各遺伝子型に配偶子を作らせることから考えていく。ということで、まず small a, small a, large b, large b からは small a, large b という配偶子が作られ、 また、small a, small a, large b, small b からは、まあ、a から一つ、b から一つ遺伝子が選ばれるので、small a, large b と small a, small b が1対1で生じるということになります。今回遺伝子型の比率は1対2ですので、まず下段の方で親1人当たり配偶子がいくつ生じているのか考えてみると、 親2個体で配偶子が合計で2個生じているから、親1個体あたり配偶子の数は1個と分かります。ということは、上の small a, small a, large b, large b も配偶子を1個体で1個作っていると考えてあげればよいです。すると、合計で配偶子というのは small a, large b が2生じていて、small a, small b が1生じているので、 この集団内で生じる配偶子は、small a large b 対 small a small b が2対1ということになります。で、この後、おしべで作り出される配偶子と、めしべで作り出される配偶子の全通りの組み合わせを考えますので、おしべで作られる配偶子が small a large b と small a small b、めしべで作られる配偶子が small a large b と small a small b。なので、まあ、このような表を作ることができます。 そして、最後比率。スモールレ a, ラージ g b が2のスモール l a, スモール b が1なので、はい、それを書き加えてあげて、スモール l a, スモール l a, ラージ g b, ラージュ b が2かける2で4。スモール l a, スモール l a, ラージ g b, スモール b が2。はい、ここも2。で、最後が1という風になります。で、今回は、しわきとしわみどりの比率が聞かれています。で、しわきは、ここのね、4たす2たす2で8ですね。 で、また、シワ緑が一番右下の1。ということで、シワ期対シワ緑は8対1ということになります。よって、最後の選択肢は5番が答えというふうになります。で、今回は自家受精と自由交配のお話をしたんですが、まあ、それぞれにポイントがありますので、まずはね、しっかりとそれを念頭に問題を考えるようにしてください。で、また、自家受精、自由交配っていうのは、この後勉強する遺伝計算の、まあ、いろんなところに出てくるので、 まずはね、この二つをしっかりとマスターしてもらえたらと思います。特に自由交配の方は、ハーディワインベルグの計算において絶対に欠かせない知識、考え方になりますので、ここでね、点数を落とさないようにしてもらえたらと思います。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。